どうも、作詞コンサルタントのひろゆです。動画で身につける作詞家の思考法第2回目の配信となる今回は、歌詞の写経で学び身につけるべきことはについて、お話をしていきたいと思います。それではレクチャー開始です。まずはですね、前回の動画の復習から行っていきましょう。前回の動画でお話ししていましたが、教本を買わなくても今すぐ始められる、実践的な方法として、最後にちらっとお話ししたのが歌詞の写経でしたね。まずはこの歌詞の写経についてのメリットからお話をしていきます。あなたが大好きで尊敬する理想のアーティスト、作家の CD さえあれば今すぐ始められる実践的な方法としてお話をしましたね。つまりは、教本をわざわざ買いに行かなくてもできる方法です。そして何よりお手本にしたい作者の、作品ですから、あなた自身が楽しみながら、そして参考にしながら、実践ができるとても、効果的な方法、それが歌詞の写経ということでお話をしていました。で、この歌詞の写経で最もメリットなのが、作品を書き写す作業をすることで作者の心理、制作過程を、疑似体験できる方法、ここに、一番のメリットがあります。歌詞の、写経をすることによって、その作者の心理、制作過程を疑似体験できる。これが歌詞の写経においての最も効果の高いメリットなので、これを頭に入れておいてください。では歌詞の写経で疑似体験すべきポイントはということで、初級編の話からしておきますね。初めて、歌詞の写経をこれからするというあなたに向けてお話をしていきます。まずは、なぜこのタイトルを命名したのかを考えてみる。作品を写経していく上で、まあ上から順番にやっていってほしいんですけれども、まず書くのがこのタイトルですよね。どうしてこの作品をこのタイトルに命名したのかを改めて考えてみてください。考え込まなくていいですからね。とりあえず考えてみる。で、考えたことをできればノートに書いてると思うんですけれども、ノートの例えばタイトルを書いたとして、右の方に書くとか、余白の部分にちらっとこの時点で思ったことをちょっとメモするぐらいに書いてみるといいと思います。で、作品のテーマを掘り下げてみる。タイトルのことを考えたら、次はこの作品のテーマ、その作品のテーマを掘り下げてみてください。作品はどういうことをテーマにして書いたのだろうかということを、まあ写経の、題材に取り上げた作品、あなたはすでに大体もう聞き込んでいて、なんとなく頭の中に入ってるとは思うので、だからこそテーマを掘り下げてみましょう。例えば恋愛の作品であったら、この作品はこの世界観の中で何をテーマにしてこの恋愛の物語を書いているのだろうかみたいな感じで、あなたなりに感じたことを、で、あなたの目線で発見したこの作品のテーマを掘り下げてみてください。で、作品のパートごとの役割を書き出してみる。順番に上からですね、写経をしていってほしいんですが、
写経をしていって、まあ、必然的に、まあ、歌詞カードその通りに写経をしていけばいいんですよ。で、大体の歌詞カードっていうのは、おおよそほとんどですが、一行余白を開けて、パートの間を開けて、わかりやすく、書かれているんですね。つまり、ほぼほぼ大体一行空いているところが、パートの切り替えの部分です。まあ、すべての、作品、歌詞カードの記載の仕方が、そうとは限らないんですが、まあ聞けばわかりますよね。あ、ここでパートが切り替わるんだなっていうふうに、まあ楽曲自体の構成でパートの切り替わる瞬間っていうのはおおよそわかりやすい切り替わり方がしているはずですから、その切り替わるところでまずここはパートが変わるんだなっていうことを目安にして、でそのパートごとの役割を書き出してみる。どういうことかというと、例えば最初のパート A パートとしますけれども、 A パートは、この物語の始まり方、風景が書かれていて登場人物が出てきて、つまりはオープニング的な役割をしているなとか、でこのオープニングの場面でこういうことを描いているなとか、なので役割と気づいたことをあなたなりにメモしてくれればいいわけです。書き写しているノートのもう片方のページ、まあ見開きのページで書いているかなとは思うので、まあ見開きじゃなかったらもう一枚紙を用意してそっちに書くでも構いませんから、歌詞を書き写しながら気づいたことを、ひたすらメモして書いていくということです。で、そのパートごとの役割というのをそれぞれ、書いていってみてください。で、その作品の中で一番強く感じたメッセージ、フレーズを見つけてみる。まあ、ずっと書いていってですね、フルコーラス分歌詞を書いて、その中でこの作品の中で一番強いメッセージフレーズはここだなっていう部分をあなたなりに探してみてください。まあ、例えばおおよそがもうサビに力を込めて作ってある場合がまあ多いわけですから、サビの部分に一番強いメッセージ性のフレーズがあったりとかするっていうことがまあ多いかなとは思うんですけれども、サビに絶対あるとも限らないんですね。作品によってはあるパートのそつなく淡々と歌っている部分に実は一番強いメッセージ性が隠されているとか、その作者の作風書き方によっては意外な部分にそういうその物語の核となる部分が実は隠れていたりします。そういうのをね、あなたなりに見つけてほしいわけです。で、これは正解も間違いも正直ないんですよ。まあ真実を知っているのはね、その作者しか正直わからないことなので、だからこそ疑似体験をしているわけですから、あなた自身でこの作品の核となる部分はここだなって直感的に感じた部分を、見つけてみてください。そしてあなた自身が純粋に作品の中で好きな要素を書けるだけ書き出してみる。まあもう今お話はもうすでにしましたが、要するには歌詞の写経を しながらあなた自身が気づいたことを何でも構わないので
書けるだけ書き出してみる、メモしてみるというのをやってみてください。まあ写経をしながら気づいたことをメモする、その場でメモするでももちろん構いませんし、一通り書いてから読み返しながら気づいたことを横に書き出していくみたいな感じでも構いませんから、気づいたことを書けるだけ書き出してみる。まあ歌詞の写経、疑似体験をしながら、要は気づいたことを分析しているような作業でもありますから、ただ単純に書き写すだけで終わるじゃなく、気づいたことは何でもメモをする、まあ学習をしている、学習的な実践方法でもあるわけなので、メモする習慣を、この写経で忘れずに行ってください。ではポイントを押さえたところで、歌詞の写経の実践方法はじゃあ実際どうすればいいのというお話をしていきます。まあ決まり事はないんですよ。あなたがやりたいようにやってくれれば構わないんですが、まあ僕が最も効果的だと思う手順での実践方法をお話ししていきますので、ぜひこの方法を参考にやってみてほしいなと思います。まずはですね、写経する作品を決める。作品の決め方ですけれども、毎日やってほしい実践方法なので、できればですね、大好きな方のアルバム、ベストアルバムとか最新のアルバムとか、まあ何でも構わないんですけれども、アルバム単位でやるといいかもしれませんね。あるいはシングルを全部洗いざらいやってみるとか、そういったやり方でもいいと思います。ポイントとしては、集中的にその人の分析をするというふうにやってほしいので、作者を一人に決める、ここがポイントですかね。アーティストさんであったらアーティストを一人一組に絞ってしばらく書き続ける、作家さんであったらその作家さんの作品を書き集めて、その作家さんに集中して、写経をしてみるというようなやり方が、僕的にはおすすめです。で、2番目、静かな環境を準備する。できれば一人きりの部屋でイヤホンかヘッドフォンを装着して、写経してほしいですね。で、まあその準備が整いましたら、一回だけ写経する前に一回だけ作品を聞いてみましょう。改めてまず書き写す前に、どんな作品だったのか、どういう作品なのかを、再確認するという意味で、一回だけ聞いてください。で、聞き終えたらいよいよ実践開始なわけですが、まあがっつり歌わなくていいんですけれども、軽く歌い口ずさみながら、上から順番にノートにペンで書き写していってください。ノートにペンで書き写すということを必ず行ってください。キーボードでメモ書きでカチカチと打っていく、あるいはスマホでとかじゃダメですからね。作詞をする疑似体験でもあるので、ノートにペンで書き写すという作業は作詞をする人間にとって一番大切な行動なので、このノートにペンで書き写すということを必ず行ってください。そしてそんな風にして、先ほどお話したポイントを押さえながら、まあメモしながら、まあ一度ざっと書き終えてもいいんですけれどもね、とりあえずフルコーラス分書き終えたら、最後にもう一度その作品を聴きながら、今度は一緒に自分で歌ってみる、これをやってみてください。
まあ、これも鼻歌程度で構わないので、静かな小声で構わないので、作品を聞きながら一緒に書き終えた、その写経し終えた作品を音と一緒に歌ってみてほしいんですね。で、この1から5の作業を一連の実践として、これを毎日一作品ずつ、習慣として行ってみてほしいということです。これは一回こっきり、要するにですね、毎日いっぱいやればいいというわけでもないですし、一つの作品を一回やればいいというわけでもなかったりします。どういうことかというと、一回要は毎日一回その一つの作品を決めて写経を行うことに対して、一回のその実践でどれぐらいの発見ができたりとか、その作品からあなたなりに吸収できることがあるっていうのは、まあ未知数なわけですね。なので基本的には一日一作品をじっくり実践してみてほしいんですが、例えばあの作品もう一度書いてみたいな、もう一度写経してみて何か発見があるかもしれないと思った時にまた書いてみるということを積極的にやってみてほしいんですね。その作品を一回書いたからといって全てがわかるなんて、はっきり言って全てがわかるのは本人しかわからないことですから、分析をする、疑似体験をするということがこの歌詞の写経の最もメリットなところなので、あなたが気が済むまで何回でも書き写していいと思います。なので一回こっきりっていう決めつけはしなくて構いませんから、基本的には毎日一作品をじっくり写経してみて、その作品の疑似体験をしてみてほしいということですね。ということで、歌詞の写経の実践方法、僕のおすすめする実践方法は、このような形になります。この歌詞の写経なんですけれども、僕の抱えるいろいろなクライアントさんにも推薦しておすすめしている実践方法ですし、効果自体はですね、かなり高い方法なので、ぜひあなたも習慣として取り入れてですね、行ってみてほしいなと思います。やってみるとわかると思うんですが、教本を買っていろいろ知識をね読み込んで、じゃあ実践してみてよく使いこなせないなんていう方がまあ多いんですけれども、それよりもこの歌詞の写経の方が正直発見がまず多いですし、で作者の心というものを必然的に結構感じられるものなので、ぜひあなたも試してみてですね、習慣として取り入れてやってみてほしいなと思います。ということで今回はここまでです。今回お話した内容は、マインドマップ化した PDF にまとめて、50にダウンロードできるようになっていますので、 YouTube をご覧の方はこの動画の説明欄にある詳細から、そしてブログの記事をご覧の方はこの記事の後半内容から、それぞれ URL をクリックして、ぜひダウンロードして有効活用してくださいね。それでは次回もお楽しみに。今回の動画があなたの音楽活動に少しでも役に立てば、幸いです。お相手はヒロイでした。